はい、皆さんおはようございます。ひで急行です。ただいまね、大阪市住吉区の阪堺電気軌道安孫子道駅に来ております。今日はね、一日阪堺さんにお邪魔いたします。というのはね、もう161号車という車両があるんですが、これがね、検査系ということで、本日、復帰第1日目ということで、阪堺線全線を走ります。でね、ダイヤも公表されておりまして、これを非鉄球追跡シリーズとして追っかけていきます。8本列車走るんですけども、ですとね、8回撮影のチャンスがあるんですが、この8回だけではね、非鉄球追跡として面白くありませんので、8回以上撮影するということにトライしたいと思っております。それからね、私あんまり阪堺電車詳しくないんでですね、強力な助っ人安尾さんに来ていただいております。おはようございます。安尾です。よろしくお願はいい、お願いします。ということで、この後ね、9時32分やったかな、の出発、安孫子道出発で、恵比寿町へ向かいますんで、私たちはこれ先行してね、この車両を迎えたいと思っております。よろしくお願いします。皆様、ナレーションも非鉄急行でございます。今回は阪堺電車のモハ161号車を追っかける動画です。阪堺電車161型電車は1928年から1931年にかけて16両製造され、モ161号車は1928年に川崎車両で製造されました。ですんでね、今年で94年目を迎えることになります。日本で定期運用に使用される電車としては日本最古の電車となります。161型電車は161号、162号、164号、166号の現在4両在籍しておりまして、もう161号は定期検査明けで本日10月29日に臨時特別列車として阪堺線全線を走ります。検査明けのピカピカの電車が普段運行することのない恵比寿町浜寺駅前間を直通運転し、さらにもう161が恵比寿町住吉間に入線するのもね、珍しいということで、今回追っかけてきました。ダイヤは9時31分に安孫子道駅を出発し、恵比寿町へ向かいます。折り返し恵比寿町10時3分発で浜寺駅前へ、浜寺駅前11時2分発で天王寺駅前へ、天王寺駅前12時1分発で安孫子道まで運用し、一旦入庫。午後からも同様の工程で運行されまして、最後は安孫子道16時23分着となります。非鉄急行は今回の追跡に全線1日フリー乗車券テクテク切符を使用しました。600円で阪堺電車全線1日乗り放題となります。もう161号の安孫子道出発が9時31分、一本線行の9時19分発の恵比寿町行きに乗ります。で、ここ南霞町が9時48分、9時53分定期これが来るから折り返して、また先行して乗ってます。今ね、161号の先行の恵比寿町行きに乗っております。でね、今安尾さんと撮影場所の協議をいたしまして決定しました。まずは南霞町で、新今宮のね、環状線の下をくぐるところで撮影いたします。そしてすぐに下り列車に乗って、はるかその見えるどこでしたっけ、塚西か、塚西電停あたりでハルカスをバックにその161号を撮影いたします。お楽しみに。新目宮駅前までやってきました。ここでね、161号を迎えたいと思います。
現金または回数券を運賃箱に直接お入れ願います。ハルカスをねバックに撮影と思ってたんですけども、なかなかいい場所を探せずに東多摩で下車しました。上を走るのは南海高野線です。それではね、これからこの電車を南海電車で追っかけます。東多摩での電停から少し歩いてね、ただいま南海線の岸の里多摩駅になっていきました。岸の里多摩で10時23分発の普通電車に乗車しました。次は小浜です。はい、ただいまね、南海線堺駅で急行かな、空港急行の対比をしております。このね、8300系で、追っかけております。今頃どの辺走ってるんでしょうね。こっち側を走ってるはずなんですけども、ここでねちょっとね6分停車がありますんでね、6分停車の間で結構ね、あちらさんも走ってしまうんで、この後ね、浜寺公園まで行ってですね、待ち構えたいと計画しております。列車は間もなく浜寺公園駅に到着しますが、その手前で阪海線の線路をくぐります。ちょうどね、今上をまたいで行った線路が阪海線です。あの線路をもう161が走ってまいります。この電車の浜寺公園駅到着時刻が10時45分。もう161が浜寺駅前に到着するのが10時51分ですんでね、浜寺駅前まで近いとはいえ少々急ぐ必要があります。浜寺公園に到着しました。あとね5分ほどで161がやってくるんでね、ここで待ち構えたいと思います。この先ね、上り勾配を上がり右に曲がると南海線を越えます。先ほどねくぐってきた交差部分になります。まもなくここをもう161が駆け下りてまいります。今ね、161号が
天王寺駅前に向かって出発していきました。今からね、また追っかけます。南海線で、新今宮まで出まして、そこから環状線で天王寺へ、多分ね、ギリギリ間に合おうかな、到着間に合おうかなって感じですね。こちらは浜寺駅前。黄色の展示タイルまでお下がりください。参ります。かかった到着の電車は普通車南波行きです。ただいま山田を渡っております。新今宮駅までやってまいりました。はるかそのある天王寺駅前まで一駅 JR に乗ります。おー、はい、天王寺に到着しました。今からね、阪海電車の天王寺駅前へと向かいます。これね、堺トラムのシオン161の先行走ってた列車ですけども、今天王寺駅前に入ってまいりました。どうやら追いついたみたいですね。阿部の電停まで歩いてきました。この電車がもは161号の先行になります。これね、乗り込んで最後尾で後ろを見ますとね、後続のもう161号がかなり接近しておりまして、思わぬショットを撮影することができました。できるかはこの先上の木電停まで行って、この後続のもう161号を撮影いたします。上の木電停に到着です。ここでね、すぐ続行でやってくるもう161号を向かいます。上町線はここで南海高野線を越えるためにカーブしながら上り勾配を駆け上がってまいります。先ほど撮影しましたもう161号は一旦阿鼻子道の車庫へ入庫して一休み、私たちもお昼ご飯といたします。ちょっとね、逆光で見えにくいですが、ここが住吉、ここで上町線と阪海線とが分岐しております。こんな感じでね、
こっち行くと天王寺駅前、こっちが恵比寿町へ行く線です。それとその向こう側上りのチェックと で、ね、で向こうにもそこ、はいはいはい、とあとここ、あそこですね、これあの、スイッチ、キックスイッチが電車を検知しているスイッチになります。あれをパンタグラフが通ればここの信号が変わるだそうです。信号がついたん で、あそこ走ったらあれ消えます。あ、でもいい、そういうシステム。お昼ご飯ね、ちょうどいいお店を発見いたしました。住吉電鉄近くの味まほろばさんです。ちょうどね、サービスランチを実施中で、このメニューから2品選べるということで、さらにご飯おかわり自由で、なんと900円、安いでしょう。さらに生卵1つサービスでしたんでね、卵ご飯にいたします。そしてオーダーしましたのはアジフライと春雨入りの野菜炒め、ご飯もしっかりねおかわりさせていただきました。天王寺駅前からやってきた電車は画面右側へカーブし、阪海線と合流して阿鼻子道境方面を目指しますが、2016年平成28年まではこちら側へ直進し、南海線の住吉大社駅まで乗り入れる路線がありました。あそこが、上町線の住吉電停で、昔は浜寺へ行く方面の今のね、線路とこちらへまっすぐ向かってくる線路があって、この先の住吉大社駅の高架下まで阪海電車が走ってました。今でもね、このように架線中名残があって、この何とも言えないカーブがね、その当時を物語っております。当時の旧駅舎は現在でも残っておりまして、阪海電車は住吉公園電停と名乗っておりました。ここにね、阪海電車こっちとありますけども、昔はねここからも阪海電車が出ておりました。この先ぐらいですかね、この先から住吉の分岐までつながっておりました。裏はこうなっておりますね。ここは地平、南海地平やった時にも並んでたんですよね。そう何回も住吉公園やった。住吉公園なんですけど、ここはずっと住吉公園。画面変わりまして、ここは阪海線の今池電停です。阿鼻子道の車庫を出港したもう161は恵比寿町行きとなりますのでね、この電車をこの駅で迎えます。阪海線は天下茶屋と天王寺を結んでいた南海天王寺支線を越えるため、築堤上にあります今池電停まで登ってまいります。さて次の恵比寿町発浜寺駅前駅なんですがね、また阪海線で大和川を越えておりませんので、この一本線この電車で堺市内まで乗車いたします。今池電停から乗車した電車が阿鼻子道行きでしたんでね、阿鼻子道で天王寺駅前から来る浜寺駅に乗り換えます。眩しい。職員に着きました。これね、後ろが以前ね
ぶらり飛行機堺でね、ご紹介いたしました宿井の交差点の東京屋島でございます。次のね、浜寺駅前からの天王寺行き161号を撮影するために大和川電停にやってきました。ここでね、大和川橋梁を渡るもう161号を撮影いたします。鳥居前電停とやってきました。天王寺駅前へね、行った161号をこの住吉大社をバックに撮影しようと思ったんですけどね、ロケーションはいいんですが、自動車やね、通行されている方がどうしても入りますので、いかがなものかなと思っていたところに思わぬ車両がやってきてくれました。搭乗時をね、イメージして茶色塗装となったもう164号車です。全然ね、ノーマークやったんで、カメラ構えてる時に来てくれて撮影ができました。はい、住吉電停まで歩いてきました。さっきね、あの鳥居前駅で、このね、なんていうのかな、縁起焼きなんだそうです、うん、これを、ま、ここのベンチで食べます。私もはい、よもぎをこうで買いました。はい、最後の撮影は先行の列車に乗って後方を撮影しながら迫ってくるもう161号を撮影することにしました。このね、住吉安孫子道間は結構ね、列車間隔が詰まっておりますんで、先行に乗れば午前中のようにね、続行で追ってくるもう161号を撮影できるんではないかなということで、さてね、うまくいきますでしょうかね。
ということでね、10回の撮影となりました。2回追い越しすることができました。ここからもね、トライすればあと2回ぐらい追い抜きできたんですが、まあ、どうしてもね、浜寺付近とか天王寺付近のね、まあ、同じような撮影となりますんで、後半はロケーションの良いところを選びました。何回線でね、追っかければ追い抜くのは簡単かなと思ってたんですけども、長距離を走らないとね、追い抜けないことが分かりました。やはりね、阪海電車は堺市内から大阪市内への都市交通としてね、重要な任務を担っていることを改めて感じた次第でございます。今度はね、阪海電車の途中下車の旅とかもね、やってみたいと思っております。それでは本日もご視聴いただきましてありがとうございました。ひで急行では、ひで急行ブログやツイッター、インスタグラム、またひで急ショップも営業いたしております。この後も、どうぞ引き続き、ひで急グループでお楽しみください。ありがとうございました。